福井県産業振興施設は福井県越前市、宇流町にある多目的イベントホール。1995年7月29日に開業。通称は三道無福井で、施設案内などではこの名称が使用されている。管理会に旨1995年10月にアジアで、 初めて開催された世界体操競技選手権のために1993年に建設が開始され、1995年7月に開場。住所は管理会議旨のある越前市となっているが、越前市と鯖江市の協会がイベントホール旨を貫通している。愛称のサンドームはサニア、産業、参加に由来し、 日本海側最大級の規模を持ち最大約1万人が収容可能なイベントホール旨、会議室、小ホール、研修室などからなる管理会議旨の2つから構成される。共同組合福井県建築設計管理協会を主体に設計され、構造設計には川口守、建築計画には福井大学岡崎研究室が参加。 イベントホール旨に採用されたドーム構造の建設には、川口の公安によるパンタアップ工法が採用された。1994年設立の財団法人サンドーム福井によって管理、運営されていたが、2006年3月で同法人は解散。同時に指定管理者制度を導入し、2006年4月に財団法人福井県産業会館による運営に移行。 福井県は民間の運営を前提に指定管理者制度を導入したが民間からの応募がなかったことから産業会館と管理面の統合を行った。これまでに展示会、日本市、シンポジウム、スポーツ、コンサートなど多くのイベントが開催されている。コケラ落としは福井県出身である五木博のコンサートであった。また、 1999年の年輪ピック99福井、2003年の全校総分祭03、福井の総合開会式、2005年の国民文化祭福井2005の開会式、オープニングフェスティバルと、全国銀栄剣士、毎同祭、第31回世界体操選手権、少林寺憲法国際大会など、国内外の各種スポーツ大会が開催された。 1994年11月には建設中のサンドームで映画、釣りバカ西七のロケが行われた。鈴木建設がサンドームを建設し、鈴木社長が視察するという設定。実際に施行した業者は、熊谷組、前田建設工業、鹿島建設の共同企業体である。また、2020年5月には、福井県出身の YouTuber カズがドームを貸し切った。 上で一人でのキャンプにしよう。その様子を YouTube 上に公開した。ありがとうございます。